1890年のルーマニア王国の藩と1914年のルーマニア王国の藩と1939年のルーマニア王国のハンとルーマニア王国は1881年3月13日にルーマニア公国の対抗カロル一世が国王に即位して成立した王国。1945年5月8日の第二次世界大戦の敗戦と ソビエト連邦による占領によって崩壊し、1947年12月30日には、君主制が廃止されて、法的に消滅した。長らく、オスマン帝国の創始下に置かれていた、ルーマニアであったが、ワラキアとモルダビアの連合公国から発展した、ルーマニア公国が1866年に憲法を制定した後、1877年5月9日に、 オスマン帝国州主権下からの独立を宣言。翌年のサンステファの条約及びベルリン条約にて列強の独立承認を受け、1881年に大公カロル一世は国王に即位。名実共に独立国としてのルーマニア王国が成立した。1912年、バルカン諸国とオスマン帝国の間で第一次バルカン戦争が始まったが、 ルーマニアは中立を維持した。その戦後処理をめぐる対立で勃発した第二次バルカン。戦争では、ルーマニアは、ブルガリア王国に侵攻し、南ドブロジャを獲得した。第一次世界大戦では、連合国側で遅れて参戦し、ルーマニア戦線を構築するが、中央同盟国に敗北、ブカレスト講和条約に調印し、ドブロジャを割譲するが、 ベルサイユ条約によりブカレスト講和条約は破棄され、1918年12月1日にトリアノン条約を締結して、ブコビナ、トランシルバニア、ベッサラビア、そして一度は失ったドブロジャを獲得し、領土を2.5倍、人口を3倍にさせて大ルーマニアを実現した。しかし大戦後、ロシア革命の影響により、ルーマニアでも共産主義勢力が伸長。 コルネリウ・コドレアの率いる鉄英団は、その原因を国内のユダヤ人にあると考え、反共主義、反ユダヤ主義を掲げて、支持を広げ議会で多数の議席を占めるようになる。国王カロル二世は、彼らの影響力を嫌い、1938年政府を解散し、自身の独裁体制を敷いた。第二次世界大戦では、日独遺三国と、 同じく数軸国側で参戦。ナチスドイツの圧力のもと、独ソ不可侵条約を受けて、フォルティ政権下のハンガリー王国がトランシルバニアに侵入。さらに南ドブロジャをブルガリアに割譲した。また、ソビエト連邦もブコビナとベスサラビアを占領した。これらの領土喪失に無意だった国王カロル2世に、対する国民の不満は頂点に達し、1940年の 軍部クーデターにより、カロル2世は、大位に追い込まれた。10月12日には、ドイツ軍がブカレストに進駐し、同時期に三国同盟に加入。これ以後内政にも介入されるようになる。1941年6月22日にはドイツ、などと連名で、ソ連に戦線を布告、南方を中心として、部隊を拠出する。1944年、 再度のソ連侵攻に伴う政変によって連合国側に倶りしナチスドイツと戦火を交えた。1945年5月8日のドイツの降伏によりルーマニア王国は一時は奪還していたブコビナ北部とベッサラビアを含めてソビエト連邦に併合されて崩壊した。そしてソ連軍の強い圧力のも1947年12月30日には 王政は廃止され、ルーマニア共産党の一党独裁によるルーマニア人民共和国が正式に成立した。1881年から1914年カロル一世1914年から1927年。 フェルディナンド一世1927年から1930年、ミハイ一世1930年から1940年、カロル二世1940年から1947年、ミハイ一世。ありがとうございます。